ヒーダは本当にすごいな。無境にいた時、あの学者を言い任せないんじゃないかって思ったぞ。彼は人間性の弱点を利用することに長けていたわ。おそらく彼自身も以前からその渦中に陥っていたのでしょう。あの無境には言葉で言い表せないような誘惑があった。病みつきになるほど甘く、常人では明確な判断ができなくなるほどに。でも目を覚ますことさえできれば、いつだって遅くはないわ。あら、どうして急にそんなことを？そうだぞ、お前は人間の感情がよくわからないって言ってたけど、お前の迷いもオイラたちには見えてたぜ。さっきの演説もあいつらの立場になって言ってたし、よくできてたと思うぞ。ありがとう。この一件で数多くの悲しい話を聞いて、何度も心を揺さぶられたの。被害を受けた人たちの行為が間違いだったとは言えないし、彼らの望んだものも決して過大ではなかった。だから、彼らが私たちに対抗し、無境を守ろうとしたとき、私には彼らの選択を理解できたわ。でも、私の理解と感じたことは、彼らが本当に体験した苦しみに比べれば、100分の1すらないかもしれない。その100分の1を共感だなんて、私には到底思えないわ。ナヒーダは自分に対して厳しいな。それだって共感に入るに決まってるだろ。わかった。やっぱり外に出てみると成長できるのね。感情と知識は全く違うもので、明晰な言葉でそれを描写することはとても難しい。レノニ、モセイスは私が生理死別を経験したことがないと言っていたけど、私にはなんだか漠然とそうじゃないような気がするの。無境に入った時、どうしてかとても温かな熱流に包み込まれる感覚を覚えたわ。その温かさは、まるで自分が生命の原初状態に帰り、二度と目覚めたくないほどのものだった。でも、再び目を開けた後、その感覚は消え、何の痕跡も残っていなかったの。例えるなら、白紙の上に書かれた字を消すようなもので、字は見えないけど、薄いへこみだけは見える状態ね。あの無境を経験した後、さらにはっきりと分かったわ。あの熱流が何を意味しているかは重要じゃないって。ただ確かなのは、私はかつてその温かな力によって支えられ、今日まで来れたということ。その温かさがどこから来るかに過度にこだわるのは本末転倒というものよ。さっき民たちにあれだけ多くの理想を語っておきながら、結局は自分もできないだなんて、そんなの面目丸つぶれじゃない。急に暗い表情になって。何度も何かを言いたげだったけど、私に伝えたいことでもあるの？そうなら、目を覚ましたのだし、体を伸ばしましょう。新たな一日が始まるわ。